さん、あのホモンクロスはどうなった？郊外の空き家に収容したと注意から連絡があった。今からそこへ行く。つけてくる奴がいないか後ろを見ててくれ。まだ治りきってないだろう。運転して大丈夫なのか。動かせる駒が少ないのでな。自分が動くしかないだろう。仲間少ねえのな。人望ねえんじゃねえの。君に言われたくないな。途中で一人拾っていくぞ。何しに来た？重傷者がいる。医者が必要だ。そこらの医者を使え。身元がバレると困るので使えない。またヤバい橋か、このクソガキ。話が早くて助かるよ、共犯者。と言いたいところだが、確かあなたには家族がいたはずだ。迷惑だと言うなら断ってくれていい。道具持ってくるから待ってろ。いいのか？構わんよ。石バールから帰ってすぐに妻とは別れた。腕をぶった切ったまま下水道を歩いただ。破傷風になっても知らんぞ。最近死体の相手しかしてないからな。血と荒っぽいぞ。姉ちゃん、肩を押さえてろ。はい。俺たちが巻き込んだってか。勘違いするなよ。共同戦線だと言ったはずだ。話を持ちかけたのはこっちだし、単なる利害の一致で協力したんだから、君たちが気に病む必要は少しもない。不老不死なんて求めるからにはそれなりの犠牲は覚悟して国を出てきている。そうだ、一族の運命を背負うからには覚悟したはずだ。覚悟が足りなかった。甘かった。俺よりもランファンの方が覚悟があった。機械の腕。この国にはオートメールというものがあるだろう。腕がなくなってしまったから代わりの腕が必要なんだ。ああ、いい技師紹介するぜ。強いな。ああ、自慢の進化だ。ああ、挨拶が遅れたな。国軍大佐ロイ・マスタング。君の話を聞いている。真の王子だって。秦国皇帝の第十二子リン・ヤオ。医者を手配してくれて感謝する。こちらこそ、マリア・ロスの件では世話になった。いや、内密ではあるけれど、アメストリス国軍大佐とのつながりができて幸いだ。そうだな。私としても真の皇族とつながりができたのは将来に向けての大きな収穫になった。しかし何よりの収穫は。おい、なんだこれは。グラトニーと呼ばれるホムンクルスだ。ほ、気をつけろ。賢者の石が体内にあるから簡単に死なんぞ。殺し続ければ死ぬな。俺が頭悪いのか、お前さんがおかしいのか。
どっちでもない。複数の生きた人間を犠牲にして作られるという賢者の石、そしてその石を核に作られた化け物、それがホムンクルスだ。さらにどうやらこいつらは軍上層部の一部とつながりがあるらしい。マース・ヒューズが軍の暗部に気づいたらしくてな、こいつらに殺された。本当か？上層部だと？それどころじゃないぞ。何？キング・ブラッドレイ、あいつもホムンクルスの可能性がある。は？バカな。眼帯の下、眼球に奴らのマークがあった。グラトニーと一緒になって俺たちを追い詰めた。この国のトップがホムンクルス？何が目的だ？っていうか、大総長がホムンクルスだったら家族や周りが気づかないはずないよ。それなんだが、グラトニーの中には確かに人ならざる人の気配があるのに、ブラッドレイにはそれがない。明らかに人間の気配と一緒なんだ。書物によればホムンクルスは生殖能力のない生命体とされているけど、大総統には子供がいるでしょ？ああ、だがその息子のセリムは養子だ。大総統にはその血を分けた実子がいない。化け物か人か、何にせよ大総統の椅子から引きずり下ろしやすくなったな。まずはグラトニーから情報を引き出す。マスタング、マスタング、ラスト殺した、ラスト、マスタング大佐、何しやがったこいつ。